ヤフコメ賢者のコメント集。今日のテーマ、こじるり中国留学。サタデプラスの卒業概要。来年から中国の大学に留学することを発表した小島瑠璃子。サタプラも9月をもって降板を発表した。ヤフコメ賢者のコメント。このまま日本でやるよりは勝算が高いと計算したのだろう。まあどっちにしろ興味はないね。中国はやめとけ、敵国だよ。キングダム、本人の人生なんだし口を出すのもどうかと思うけど、今このタイミングで中国留学って危機感じないのって思ってしまうな。ちょこちょこ帰ってきたりもしたい。行く前からそんな心づもりでは成功するものもしません。一生帰ってこないつもりでせいぜい頑張ってください。 SNS などにも元凶などの投稿は一切不要です。気付くやとしか言えんよな。